ニコライグミリョフ1913年に撮影された、左からグミリョフ、コレフグミリョフ、妻アンナ・アフマートバ、ニコライ・ステファノビッチグミリョフ1921年8月25日は、ソレンクロンシュタット出身の詩人。アクメイズムの指導者として名高い。妻は、同国の詩人、アンナ・アフマートバで、子供は、歴史家、民族学者、人類学者のレフグミリョフである。 1903年、グミリョフが、チャールス・コエ・セローへ通う中学生時代の頃に後に、妻となるアンナ・アフマートバと知り合う。当初、グミリョフは熱烈なプロポーズをするもののアフマートバは、これを無視し、絶望したグミリョフが、自殺未遂まで起こした。最終的には1910年4月25日に、アフマートバが、しぶしぶ結婚に至った。グミリョフが大学生の頃は、 ペテルブルク大学、パリ大学で学び、新婚旅行で訪れたフランスパリに長く住む。しかし新婚旅行から戻ってグミリョフは、アフマートバを残して一人アフリカへ旅立った。1912年4月に、息子レフグミリョフが生まれる。だがグミリョフは、再び妻子を置いて一人で、アフリカへと旅立ったため、家庭は事実上崩壊していた。 第一次世界大戦の時は義勇兵として参戦した。しかし1921年8月25日に反革命の陰謀に加わったとして銃殺された。グミリョフの作品は男性的、具体的、明晰なイメージで異国風である。死を書き始めた頃は、ギムナジウムの校長であったアンネンスキーの影響が著しく、グミリョフ自身もそれを認め、いくつかの死を 安年スキーに捧げている。グミリョフとは引くことばんく。2012年10月30日。閲覧。ABC グミリョフヤフー百科辞典。日本大百科全書、2012年10月30日。閲覧。高津春重、手塚富夫、西脇純三郎、久松瀬日、万有百科大辞典一文学。愛が哲夫、小学館。日本大百科全書、初版。 187ページ。J.A. アンネンコフ、同時大臣の肖像上限大視聴者。1971年、P157。ありがとうございます。